どうも、なおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、耳元、使っていきましょう。前回は、雷が落ちるやつとかあったけども、今日はどんな弓モッドになるのでしょうか。とりあえず、見てみましょう。まずはこれ。アローコストアップグレード。なんだ、これは。アローコスト。あー、矢が増えるんだ。うん、あ、使えば、矢が増える時があるんだな。いや、いらない。こんなのはいらない。もうちょっとなんか攻撃的なやつをちょうだい。これは、ウォーターアップグレード。これわかりやすいね。水属性でしょ？多分。水属性じゃないんですか？あれ？ああ、やっぱりね、やっぱりね。100% じゃないのか。毎回水が溢れてくるわけじゃなくって、え？たまーにだね。何回かに1回ぐらい、水が湧き出てくるみたいです。え、これ使う？水が出てきたところで、別に何にもなりそうにないんだけどね。いらないよね。で、次が、プッシュ？プッシュアップグレード。あ、ちょうどいいところにね、このイカや牛がいっぱいいるね。どうなる？あ？あ、よー、なんか、陸に上がってきた。わー！え？わー！落下ダメージを受けるみたいだね。わー！なんじゃこりゃ。強いのかこれ。果たして強いのかいこれは。わかんない。でもまあ、一応攻撃的ではあるから、いいんじゃないですか。そして最後が、フライングアップグレード。フライング。飛ぶってこと？あ。なるほど。あー、飛ぶ、なえー、むちゃくちゃ上まで行くじゃん。え、でもさ、前回はエンダーっていうのがあって、ワープしたんだけども、これはワープじゃなくって、ほんと飛ぶんだな。エリトラと一緒だね。ああ、ただ、エリトラみたいに、羽が生えてないから、直接下にドーンって落ちるからさ、死ぬじゃん。あ、その時のための、水か。なるほど。落ちる時のための、いや、これ難しいって。ああ、確かに、こう、水にね、落ちればダメージはないんだろうけどさ、扱いが難しすぎる。いや、でもこれ、空中でずっとさ、俺のターンで、やっていけるかもしんない。うん、これいいぞ。はい。ということで、今日はこの装備を使ってエンドラと戦っていきます。3つつけれるんでどれがいいかな？まず、フライング絶対いるよね。で、ウォーター。下にね、水があると、どうも着地しやすそうなので、いいよね。そして、プッシュ。エンドラぶっ飛ばせるんじゃない？いや、ぶっ飛ばせはしないか。ただ、ダメージは上がるかもしれないから、これは入れとこう。この3つで、挑戦だ！それではやってきました。行きましょう。ブーツに、一応ね、落下耐性をつけたんだよね。これで安心だよね。では、行くぞ！どこ？真っ暗で見えない。あ、行った！あ、でも大丈夫だ。行け！どこ？どこ？いや、全然、見えない。ちょっと待って、これね、ダメだ。ダメだ。このね、暗い、ここではね、相性が悪すぎる。これ、話にならないわ。これやめよう。フライングやめよう。フライングなしの、ウォーターとプッシュ。これでやってみますかね。ちょっと難しかったな。ほんと難しかったな。どこだ？え？あ、いた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 。
もダメージ入るんか結構。ダメージは、うん、わかんない。けども、当たった！あ、そこ、あ、痛い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 。そこそこのダメージは、与えれるみたいだね。やば、なんか変になった、変になった、変になった。ちょっと待って、どっか行け。お前たちどっか行け。吹っ飛ばすぞ。ちょっと一回やられて戻ってきました。ちょっと上に来ないと、これね、無理。本当に。下でね、エンダーマンたちがむちゃくちゃ暴れてんのよね。ちょうどここにね、水ができたんで、これで登ってこれてよかったわ。いや、当てにくいな、お前、本当にさ。あ、でも下から狙うより、幾分かマシだわ。いけ、よし、いいぞ。うん、幾分か当てやすい。あと一発、あと一発だから、ちょっと上から狙っちゃおう。どこ？ちょっと待って、なに？もうやられた。反対側に飛んでいっても、奈落に落ちるんだね。おっしゃー！無事討伐！はい、ということで今日は最強の弓モードやってみました。めちゃくちゃ難しかった。特にこのフライング、飛ぶのってめちゃくちゃ難しいね。あれで動ける人俺尊敬するわ。とてもじゃないけど難しかった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。